はい、皆さんこんばんは、足草です。今日はですね、なんと見てください、書いてるかな、24センチ、嫁の埋祭。しかもほら見て、スニダンですよ、スニダン、ね、おお。ちょっとこう何買ったか勝手に開けたいと思います。はあ、見てください、ナイキ SB ダンク、紫ボックスですよ。まあこの紫ボックス、おこれ固まるわ、これ固まるやつですよ、うん、いや固まるやつですね。はい、開封ので、これあのマジで皆さん固まると思います、これ、見てください、 SB のシカゴです。 S と B です。普通のあのシカゴの色じゃなくて S と B のシカゴを買ってます。へえ。しかも黒タグチャレンジ成功です、ナイスです。いや、スニダンもいい仕事しますね。うん、いや、めっちゃ、分厚いタンですね。やっぱり分厚いですね。まあ、これだったらいいんじゃないですか。でもなんか、ここ、ハギジワ入ってないよ。ほら、見てください。ここ、ハギジワ入っちゃうね。まあ、履いたのかな、試し履きしたのかな、そうじゃなくて、これ、な、ああ、買って、これ、あれだな、紙入ってで、芝居ってるだけだな。おお、びっくりした、履いてるのかと思ったよ。綺麗です。え、履いてません。うん、匂いもないです。バッチリです。え、酸っぱくないですよ。うん、はい、こっちには、貝ひもついてきてました。いや、かっこいいですね、この SB のタイプのシカゴ、うん、これはかっこいいですね。ちゃんとこうナイキ SB って書いてるね、うん、いやすごいね、かっこいいですね、うん、こう見た感じ、うん、ダンクはダンクなんですけど、やっぱりこうシュータンね、こう分厚くて、うん、でシカゴのこのカラーリングもまだやっぱりこれスニーカー好きにはたまんない色ですよね。白黒赤、うん、ね、白黒赤ってこれたまんない色ですよ、うん、しかも黒タグ付き、いやいいの買ってますね、うん、今回もこれ当たりじゃないですか、うん、いやこれは当たりだと思いますよ。見つかる前に戻しておかなきゃ、勝手にあげられないんだな、戻しておきたいと思います、までに、うん、までにしておくといいな。素晴らしい一足でした、では、しまっておきたいと思います。
の24センチ。実はアパのギャグ指名かかったや、ナイキからね、うん、あの例の今日の足草外れだ、うん、エアジョーダン1がですね、なんとアッパは当選しちゅんですよ。当選でなくて、何度目な、買いませんかみたいなのナイキから来てね、本人いらねえってたんだけども、とりあえず買っとけっと、うん、なんか買ったんですよ、うん、これも勝手にあげたいと思います。もう勝手にあげたんだけど、やっぱり本物の箱違いますね。触っただけでもう分かりますよ、うん、箱がまず立派です。そしてハンコの押し方が甘いです。いや、かっこいいわ、これ。ああ。やっぱり冗談っすね。うわあ、すげえ。めっちゃすごい。見てください、これ。いやあ、かっこいいっすね。いや、新品のいい匂い。工場の匂いしてますよ。工場の匂い。ああ、工場の匂いだ。あ、これはいいですね。あ、まだほら、な、ほら、外国人の工場で作ってるはんで、ほら、黒タグこんなんなって、ほら、見てください、ほら、もうほら、どんでも、うん、ほら、見てください、皆さん、これが外国人の仕事の仕方ですよ、ね、どんでもです。これ、日本でちゃんと作ればね、もうきしっきしっきしっとしんどめね。うん、これは黒タグをちゃんときれいに丁寧に、うん、このスニーカーの長さ入ってるものは全て商品ですからね。そういうのをナイキさんでもちゃんとこう社員さ徹底しねばダメだよ。全部商品なんだよと。俺たちこれ作って売ってまま食ってらってね、ちゃんとまでに。かっこいいっすね、やっぱり。でもデザインはバッチリですよ。こう黒タグもこうちょっとね、こうまでに、ね、ちゃんと俺で待ってたんでね。これどこの工場で作っちゃうんだ、イグネアズだな。あ、中国って書いてあるこわ、中国な。石原慎太郎風に言えば品だよ、品。うん、こら、品の工場、粗末でこら、あ、ろくてもねえねこら、うん、でもちゃんとまでに直してね、うん、いや、いいっすね、いいっすね、かっこいいっすね。さっきの SB より、うん、全然いいっすね、こっちの。やっぱりエアジョーダン1はかっこいいっす。お、誰だ、うん、高志支えたのどんだなって言っちゃうな、うん、あ、いいっすね、うん、これもすごいいいっすね。でも両方ともアパのズックなんですよ。クマンダワンツコ面白くないですね、うん、アパのズックバイトバワンもズック欲しいっす。つうことで今日はですね、あのじゃんけんやっても負けるんで、あ、考えました、うん、じゃんけんではかなわないと。なんで何にすかちょっと考えて、うん、網だくじに しようかなと思って、うん、網だくじにします、うん、で今日こそは網だくじで当てて、あのプレネで一足いきたいと思います。それではさよなら、さよなら、さよなら。